はい、皆さん明けましておめでとうございます。愛の戦士です。今年もよろしくお願いします。さあ、新年一発目シャドーバス行ってみましょう。今日使っていくデッキはこちら、ヨルムンガンドデッキですね。まあ、ラストワード、自分のリーダーは、まあ、自分のターン中自称するたび、相手の盤面全部と顔面に1点飛ばすっていう、スーパーカードになってます。でこのヨルムンガンドを生かすために今日はこちら新カード、バルプルギスナート。まあ、ラストワードで、お互いのリーダーは時短終了時に自分のリーダーに1ダメージを持つっていう効果を、まあ、使ってヨルムンガンドで1点飛ばしつつって感じですね。でこの2枚がラストワードなんで、まあ、ゾディアックデーモンで割ったりして、まあ、こっちにある自称カードの嵐たちで、どんどん自称して相手の盤面に飛ばしていくって感じですね。で新カードで言うとラブリーサキュバスリリム、これを後半に、こういうカードと使うことによってニコスのバーンを、実質1コストとかで打っていくという、 PP 回復するんですよね、自称するたび1、まあ、これを後半連打で相手の盤面になんか凄まじいダメージを与えていくっていうカードですね。あと新カードで言うともう1体テラーデーモン、俺こいつね割と裁きの悪魔より気に入ってます。あの復讐状態じゃなくてもドレインついてるし、他フォロワーが進化するたびにあの火力が上がってくんで、純粋に、自傷しまくるこのデッキの、まあ、回復役、あとデビルシープも結構いいですね。後半2枚とか置いて花園を置くとなんか一旦でなんかものすごく回復する、もう一気に体力20とかいくっていう、まあ、カードですね。まあ、自傷と、まあ、回復がいい感じ、あとヤバくなったらもうメアリーで飛ばすっていう、うん、あの漆黒の契約メアリーとかいうクソ懐かしいコンボとかも、まあ、絡めて、まあ、今日はこれでランクマッチ行ってみたいと思います。パンピーちゃんは最強です。始めようか、始めようか、空を犯す者、うーん、汝に裁き、どうしよっかなこれ。まあ 2,3 で動きますが高校だしな、こっから引いていこう。うわ、糸蜘蛛そんないらん、いらんやん。まあ いや、2点自傷でファングサーペントで2位回復で、まあ、ちょうどいいんじゃないですか。行っていきましょう。ヨルムンガンドを積極的に、これ、ね、でこのデッキヨルムンガンド引けないと詰むからな。あー、花園はまだ、花園はまだやな。ヨルムンガンドをちゃんと引きたい。まあ、次糸雲出しつつ、うわー早いタイプやんお前、疾走美女ちゃんやんけ。あ、でもこれいいですね、これはいい、これはいい、全然いい、これ全然あり。テラーデーモンが来たから回復できるの全然あり、むしろあり。で3ターン目ファングサーペント出すやん、で殴ってくるじゃん、で次1、うわー漆黒の本、いやらしい、いやらしいね君は。まあ、でもファングサーペントが消されるよりはマシ。ラストワードで回復していきましょう。で次、まあ、テラーデーモン進化回復だったら先決の花園も出しといて、まあ、出せなかったわ。何それ、白蛇見たよ、白蛇って何だ、白蛇って何だ、新カード知らないんごね、白蛇って何だよ、毒蛇のパクるのやめろ、ヴァンパイアの白蛇。うわ、サンコス必殺鬼能力やめろやお前。で次なんかで割ってくんだろそれ。あ、どうしよっかなこれ、テラーデーモンじゃなくてもいい感あるな。バホで見てみるか、バホで見て、バホでドローを見て、ヨルムンガンド引けないのが一番まずい。引けねえ、ヨルムンガンドが引けねえよママ、ヨルムンガンドが引けないとこのデッキはもう終わりなんだよ。いい、次で、次で引いていこう。次なんかうまいぐらいにバルプルギスナハトを出す、出すんだよ。どうしようか、うわー、クリオはそこまでじゃん、進化すんだろお前どうせ。影強いよな、まあいい、これで進化源切らせるのは全然いいでしょ、進化源切らせたと思えば全然いい。ヨルムンガンド引け、ヨルムンガンドを引いていけ、ヨルムンガンド引けないのちょっと終わってるな、ちょっと終わってるからな、まあ、ヨルムンガンド引けないとこのデッキ何の意味、何の価値もないから。何ここでまだラストワードだからまだ自称しない、大丈夫、テラーデーモンで回復できる。
進化拳はもうテラーデモンです。うわーでもいい、お前のターン終了時に1点飛ばしてやるぜ。ほらほら、あ、痛い、おい鳥野郎が。ヨルムンガンド来ねー、ヨルムンガンド来ないのはよろしくない、よろしくないね。まあ、ファングサーペント出す、ラブリーサキュバスイリムでも出しておちゃおう、ね、あーてか血の取引すればよかった、血の取引するべきだった。ここは積極的に引く場面だったな。ちょっとひよったな。うわーあれ強ない、あれ強ない、あれなんとかせにはならん、どげんかせんといかんでしょってやつだよあれ。うわマジ、うわ強お前白蛇。うわやめろやめろ、グリリムにしろ、リリムにしろ、よしリリムで、リリムでいい、リリムなら3人で取れる、3人とヒーローで取れる。いやーちょ先泥警察だ、先泥警察、ヨルムンガンドが引けない、ヨルムンガンドが引けない、やべえな、ヨルムンガンド引いてればもうこんな盤面どうにでもできるのに、やべえな、くっそー、このデッキの崩壊だよ。俺新デッキわかんねえよ、何デッキなんだよそれ。そうだこれ来た、いや大丈夫、あいつあいつどうせ殺して、あヨルムンガンド来た、よしこれでヨルムンガンドが死ぬ、よしこれでヨルムンガンドが死ぬんだよ、バカめー、鮮血の穴届いてきやれ。よしよしよし、いいいいいい、これいいこれいいこれいい、非常にいいよこれ、いいよ、よし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 、どうしゃーん、うぅぅぅ、いいよ盤面投げ払っていこうぜ、関係ないね、次出したフォロワーがな、うおぉ、あでもあれは投げ払える、あれ投げ払える、おいヨルムンガンドデッキの力はここからだよ。あ花園いいね、デビルシープはで、ヘビは死ぬ。あ、これラブリーサキュバスリリム先か、いや、違うな、いや、違うな、どうしたらいい、バホメット、とりあえずバホメットでいい、めっちゃ目指すわ。あ、ヨルムンガンド2枚目ありやな、これとりあえずどうするか、3点飛ばすのありか、あ、てか、あれだな、シープがいるからダメージは食らわん、ドシューン、あ、これ4点飛ぶ、4点飛ぶ、これクソ強い、これクソ強い、しかも回復する、デビルシープで回復する、これクソ強い、これクソ強い、鬼強、鬼強ムーブ、鬼強ムーブ、今世紀最大級の鬼強ムーブやぞお前、しかもテラーデモンがいるから回復には困んねえ、ヨルムンガンドも2枚目あったよ、鬼強やんな、あデビルシープが死んだけどもう関係ねえよ、いやこれは鬼強ムーブ、デビス効きません、デビス何それ、関係ないね、全くもって関係ないね、マユちゃん知らない子だね、あーちょ、ヨルムンガンドとテラーデーモンさ出しちゃう、いや出さん、出しちゃっても進化切ってもいいな、テラーデーモン進化切ってやろこれ、はい、強いよ、無駄回復を見せてやろお前に、赤色がさ、ほら3点飛べ、3点飛べるぞてめえに、ドーンドーンドーン、あー次のターンで終わりだよ、ゲームオーバーだ、カルラちゃんカルラちゃん、祈ったところで無駄だ、おい引いても無駄だてめえの負けだ、おい進化で取りに来るか、あ64をよ、でもヨルムンガンド、あおめえの負けなんだよな、そうだぜ、ヨルムンガンドぶつけて2倍のダメージが飛んでて、つえーヨルムンガンドデッキ、つえーマジつえマジ強くないっすか、はい、I am a bumpy 宝箱、緑は30ルピーやね、もらっていくぜ、あーエルフやだな、エルフリノセウスが飛んでくるからよ、ヨルムンガンドはやめんだよな、リノセウスが飛んでくるからよ、
やべんだよな、相性最悪っすね。よろしくね。よろしく。相性で言うと、まあ、カスやね。相性で言うところのカスやね。あー、ニコスでバホメットとか欲しかったけどな、しょうがない。ファングサーペント次置いてなんかごまかそうぜ。ごまかしていけ。じゃあ花園置いてよかった。おー、何もしてこない、何もしてこない。どうしようかな。お前も事故ってるみてぇだな。おい、一生事故っとけや。てめえそのまま何もすんなや。うわ、もうリアルシュー。リアル出してくるんだろ。回復がになって、何して遊ぶの。まあ、花園はまだやな。あー、でも1枚あるから、1枚出しちゃうか。こういう出し方ひっどいな。で、俺は回復する。おめえだけ言って受けろや。で、次テラーデーモン進化で6ターン目ヨルムンガンド完璧。花園はヨルムンガンドまで。1枚目間に合わないかな。どうだろう。まあ、2枚目一緒に展開して。うわー、お前リノセウス絶対入っとるやんけ。ここで決めるよ。じゃけんなよ。じゃけんなよ。輝くままに導きましょう。うわー、やばい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 、わーやばいやばいやばい、わーやめて、わーやめて、わーやめて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 。お、どうした。おいおい、ビビってんのか。おいおい、羊にビビってんのか。おい、まあ多分、まあ、進化切ったら殴ってくるでしょう。羊いてもメリットがねえからな。まあ次テラーデーモンで回復かな。どうしよっかな。リノセウスが壊せば。早くしろよお前。何をお前そんな考えとるんや。もうゼロ PP やぞお前。あ、今手札に加えたの出すか迷ってるって話。そういう話。それでフェアリーとか、あ、まあ、そっちで殴ってくる。まあ5、3は取らなあかんよな。うわー、迷うな。まあさすがにこうしましたか。そこまでです。こうしましたか。ひどいなぁ、痛ましい風。おれ、ここは我が家、お前は餌よ。花園は出せない。ひどいなぁ。次ヨルムンガンド出してテラーデーモンで回復しつつ花園完璧。ヨルムンガンド進化でテラーデーモンの火力も上げる。完璧、完璧すぎる、完璧すぎる。何度も言うが完璧すぎる。向こう手札いっぱいあんだよな。もうこれね、いつね、リノセウスお坊ちゃんが飛んできてもおかしくねえんだよ。うわー、ちょっと可愛い。リノちゃんにお任せってね。あー、フィーナちゃん軽くたっけーとかしとくてんだろ。バカな。あー、これもう次リノセウスとか飛んできてワンチャン死んでもおかしくねえな。これ花園にまみれようや、花園にまみれようや。次のターン、いけいけ。なあ、花園にまみれようや。花園まみれじゃーい。デュクシ、たまには撤退もあるよ。ひどいな。割ってくれ。7人は恐怖だろ。あ、手札落ちてやんの。まあ、6PP じゃさす。あ、でもな、ゼロコス多分 2,3 枚入ってんだよな、手札に。いやー怖えな。いやー、これリノザンすんのやめろ。まあ、露骨に、まあ、露骨にリノザンすんのやめろ。で、先決の花園まで見越してお前リノザンすんのやめろ。お前もうやめろや。お前、お前先決の花園であいつ死んだわ。おいおい、あいつ死んだわって。ほう、先決。ああ、顔面にぶち込まないで。顔面にぶち込まないで。うわー、あ、よし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 、わー、よしよしよし、いい。あ、でもこれリノセウス飛んできたらどうなっちゃうか分からない。スターリングアミルって1枚デッキから手札に引かれる。あー、いいんじゃないの。あ、ヨルムンガンド2枚目。花園、お、お前、お、お、お、回線切りか、お坊ちゃん。お坊ちゃん、回、あ、回線切りじゃなかった、すいませんでした。バンピーちゃん、すごいんだから。すいませんでした。いや、ここは回復してるでしょ。で、1点でいい、1点の多い攻撃でいい。なぜなら、ヨルムンガンド効果で飛びます、飛びます。ヨルムンガンド効果。おい、ありがとう、ありがとう。え、でもこれリノセウスで殺されたら俺マジ笑えないんだけど。シャレにならないボーイなんだけど、シャレにならない善一なんだけど。お前、お前やめてー、やめてー、やめてよー、やめて。お前絶対、お前勝ち煽りやんけ。お前
やめろやお前リノセウス飛ばすの。すぐリノセウス、すぐ脳死リノセウスブッパー。お前の悪い癖だよ。いつの時代もゴキブリ。おいすぐゴキブリ出すなやお前で1コスで戻すんやろお前。どうせふざけんなよマジリノセウス。これでおしまい。最もゴミ、スタンダード機から最もゴミなカードやもん。ふざけんなよ今回エルフ強すぎんだろマジで。お前調子乗んなよお前。アリサとかいい、お前ちょっと可愛かったお前。ふざけんなよお前、バッピーちゃんが最強やぞお前。お前もう絶対ぶっ殺すからこのアリサお前。ふざけんじゃねえよ。